はい。ではですね、不定子1をやっていきましょう。えー、いきなりね、ステップ1からやっていきたいと思います。えー、下線部の to 不定詞が主語の場合は S、目的語の場合は O、保護の場合は C を答えなさい。また、えー、各部を日本語に直しなさい。という問題ですね。では一番見てみましょう。ダニエル likes to eat Japanese food. はい、これダニエルが主語で、ライクスが動詞になってますので、その目的語がこのトゥー以下の不定詞ですね。なので、これ O になります。はい、役としては、ダニエルは日本食を食べることが好きです、ですね。 はい。次行きましょう。do eat much between meals.isn't good for the health?、えー、単語として難しいのはこの between meals なんですけれども meals は食事 between は間つまり間食なんですねさあ、えー、これは何になるでしょうか ?isn't の前ということからこれは主語ですよね。主語 動詞、今回は保護ですね。SVC になっています。はい、役はどうなるでしょうか。感触を取りすぎることは、健康にとって良くないですね。 はい3番目。It is important to take regular exercise. さあ、えー、これなんですけれども、この it は覚えてますか仮主語の it です、えー。ですので、本当の意味上の主語はね、後ろのこの to 不停止でしたね。これが主語になってます。そしてこの is が V で、インポータントは保護の C ですね。 役、はい、はこのレギュラーエクササイズは定期的な運動です、はい、定期的な運動をすることが大切ですっていうことですよねはい4番目 She found it easy to read the、uh, read the English book. さあ、えー、これなんですけれども、今回ですね、この found のこの it と目的語ですね、これ仮目的語なんですね。えー、意味上の目的語はこの後に書いてるんです。はい、これは svoc ですね。svoc。V o C 本当の主語、本当の目的はこの地になるパターンですね。ちなみに SVOC は O が C だと、今回は分かったですね。それが簡単だと分かった。それって何なのっていうと、このトゥイカなんですねえ。つまり今回の日本語の訳は、彼女はその英語の本を読むことが簡単だということが分かったということですね。 はい5番目いきます。His hobby is to play the guitar。はい、これは SVC になりますね。C は保護ですね、えー。彼の趣味はギターを弾くことです。ということです。はい、では2番目いきます。 その時、彼は食べるのに使う箸を持ち合わせていなかった。うん。さあ、えー、橋、ま、っていうのはね、チョップスティックスになります。はい、えー、これいい問題なんですけれども、まず、彼はね、えー、何を持ってなかったのかっていうと、ころ橋ですよねで。今回ね、ノーチョップスティックスになってますんで、この場合はですね、非ハード。 ノーチョップスティックスで、まあ、全く箸を持っていなかったということができますさあでここでね、えー、次不定詞でね、えー、食べるのに使うという意味がくるんですけれども 食べるからトゥーイートっていうのは分かってもらいただけると思うんですけれども、これだとね、ダメなんですよね。食べる、箸を食べるわけじゃないですよね。これは食べるときにはこの箸をこう、使って食べるわけですよね。なんで、何々を使ってという前置詞のこのウィズが必要になります。はい、このウィズの 目的語がこのチョップスティックスなんですね。だから、まあ、食べるのに使う箸がないって意味になるんですよね。はい。えー、では2番目いきます。彼の家の近くには遊ぶ公園がなかった。はい。これはゼアが来てるから、ゼアイズ公文。何々があるのゼアイズ公文ですよね。で、過去ですから、 一番参考にしてみてくださいね。はい。There was no park ですよね。はい。で、遊ぶ公園なんですけども、これもね、えーまあ、不停止で、to play。遊ぶは play ですから、to play なんですけども、やはりこれだけだとダメなんです。なぜかというと、 プレイをの目的語がパークじゃないですよね公園で遊ぶわけです。公園ってのは公園で遊ぶわけですよね。だからここには、前置詞の in が必要です。to play in。ね、これで、まあ、この in の後がね、パークにかかってます。まあ、公園で遊ぶわけですから。これで、まあ、遊べる公園が全くない、なかったっていう意味にできるんですね。 ここをよく考えてね、トゥープレイだと違和感があるわけですね。目的後にパークはおかしいわけですから、インが必要だな、ということがわかるわけです。はい。それでは右上に行きましょう。はい。同じように考えていく問題で、さっきほどの2問とね、何か書くものを持っていますか。はい。書くものっていうのはこういう鉛筆みたいな、シャーペンみたいなもののことですよ。それを考えながらちょっとね、なるべくやってみていただきたいんですけれども、はい。 じゃあちょっと僕やってみますね、えー。持ってますかなんで、Do you have anything なんですよね。なんか持ってますかっていうことで、Do you have anything ってまず言っときます。はい。で、ここでね、えー、書くものなんで、不停止でね、to write っていうのは、えー、分かってもらえると思うんですけれども、 はい。えー、これだとね、これ、ライトの目的語がエニシングになってしまうと、書くための何か、つまり、紙みたいなものになっちゃうんですよね。エニシングトゥーライトだと、何か書くものっていうのは、それは紙みたいなメモのようなものになっちゃうんです。今回はこの鉛筆みたいなえ字を書くものとして使いたいってわけですからえ、書くのに使うものということでね、 ここで、ウィズが必要になってくるわけです。これが大事です。これが入ることによって、まあこういう何かペンみたいなものを使って書くわけですよね。うん。だからウィズがあることでね、これ、このウィズなの後がインセンクにかかりますので、何か書くもの、こういう鉛筆みたいなものが表現できてるんですね。はい。では4番目いきます。えー、先生に質問する勇気を持つべきだ。勇気っていうのは、 このカーリッジですね。あなたは勇気を持つべきだなんで、You should have the courage になりますよね。はい。で、どんな勇気かっていうと、 先生に質問するになるので、to ask your teacher になりますね。はい、今回のやつなんですけども、どんな勇気なのかっていうと、先生に質問することっていうね、まあ、この勇気の具体的な え、行動を書いてるんですよね。はい。こういうの結構あります。例えばね、え、ここが、まあ、なんだろうな、えー、hop、希望とかなっていて、どんな希望かとか言ったら、to be a teacher, 先生になる希望みたいな感じで使います。はい。では、5問目いきます。彼女は猫の世話をしてくれる人を見つけられなかった。うん。 はい。彼女は、まあ、そういう人を見つけれなかったわけですから、まずどうなりますかし、見つけれなかった、えー、ということで、え、could, she could find nobody になりますね。見つけることができなかった、ということで、she could not find nobody ですね。 ごめんなさい、ごめんなさい。これ、ノットいらないですね。ノーバディになってるんで、see, could, find, nobody ですね。これで彼女は誰も見つけることができなかったって意味になります。はい。で、どんな人なのかっていうと、猫を世話してくれる人なわけですよね。ですので、不定詞で、to. テイクケアオブザキャットになりますさあ今回の不定詞なんですけれどもこの不定詞の前がこれがねあの不定詞のこう主語になっているケースなんですねこういうのも結構あります、えー、まあテイクって主語が必要ですよねか誰かが猫を世話するということですねで英語は後ろから前を え、ご就職していきますんで、これで猫を世話してくれる人っていうふうに言うことができるんですね。はい。えー、では、ステップ2、猫に行きましょう。はい。日本に滞在、日本に滞在中に京都を訪れ,訪れたいということですね。はい。まあ、京都に訪れたいと言っておりますので、まあ、普通に、ま、want to visit でいいと思います。 はい、毎日一生懸命勉強することが大切だ。はい、こういうのは仮主語一ッですよね。ので、It is important. で、Math、まあ、to study でいいんじゃないですかね。はい、おしゃべりしている時間はないよう。うん、まあおしゃべりね、まあ、トークでいいか。ということで、We have no time to talk ですね。 まあ時間、どんな時間か具体的に言うと、トゥートーク、話す時間ってこと、話すことの時間ってことですね。こういう風に使うことができます。はい。私は英語を話すことが簡単だとは思わない。はい。これは第五文型 SVOC になります。まず打っておきましょう。SVOC。私はそれが簡単だとは思わない。なんですね。で、この1とは仮目的語の1とになります。えー、本当の 目的語を不定詞で書いていきます。英語を話すことなので、to speak English ですよね。はい、五番目いきます。ここは住むのにはいいところだ。This is a good place。はい、これいい問題ですね。えー、いいとこ、いい場所だよと、住むのにってことなんで、まあ、to live って思いつくと思うんですけれども、 これはちょっと足りないんですね。えー、リブ i b の後って、やっぱ i がいりますよね。どこどこに住むなんで。まあリブイン n グッドプレイスという風うにかかってくるので、やっぱインがこう必要になってくるんですね。こうすることで、ちょっとインの後にこうかかってきてね、良い場所に住むってできるんで、つまり、英語は後ろから前を就職しますから、えー、住む良い,い場所って意味になるんですよ。ここは住むのには良い,い場所だっていう風うになるわけですね。はい。 2番目いきます。ベスには助けてくれる友人がたくさんいた。うん。これはベスが主語ですよね。なので、ベス、ハード、ロッツオブ、フレンズ。ロッツオブは、ロッツオブと一緒です。まずそれ書いちゃいましょう。ベス、ハード、ロッツオブ、フレンズですね。 はい。で、どんな友達なのかっていうことなんですけども、まあ、助けてくれる友達ですよね。まあ、自分を助けてくれる友達ということなんで、to help her となります。で、この不定詞なんですけども、この、to help の意味上の主語がフレンズなんですね。友達が、ベース、彼女を助けるってことなんですよね。 えただ英語は後ろから前を就職していくので、これで彼女を助けてくれる友達っていう意味になるわけです。はい。では2番目いきます。彼の計画は小舟で太平洋を横断することであった。うん。ま、彼の計画はまあ横断することなので、えー、his plan was to sail. これ船でま移動するって意味ですね。to sail になりますよね。 ということで、his plan was to sail。そして、横断するわけですから、アクロースパシフィックオーシャンですよね。The Pacific Ocean になると思います。えっ、ー、と、えと、ー、 はい。で、何が足りないですよね。ここで、あスモールボート。小舟でっていう意味なんですけれども、まあ、ウィズがいいかなと思ったんですけど、船に乗るわけですから、これ、インですね。何か全知拠になるとしたら、まあ、この船だったんで、インになってきます。インはスモールボート。っていうことですね。これ、乗ってるイメージがこう湧きますよね。ウィズだってなんか使うイメージになっちゃうので、インはスモールボートってなるわけです。小舟に乗ってってことですね。 えー、太平洋を横断することだってことですよね。はい。えー、続いて3番目。彼らはそこに公園を作る必要があると考えている。うん。まあ、これはもう彼氏を一途でしょう。ということで、it is, 青っとっとと思ったんですけれども、えー、これは、第五文型で表現していく形になりますかね。 まあ、一途で始めるのかなと思ったんですが、考えているとかなってるんで、考えるってシンクもあるんですけれども、まあ、じっくり考えるっていうときは、コンシダーを使います。シンクの場所にコンシダー入れる感覚で文章を作ってみてください。はい、こうなりますよね。ゼイ、コンシダー、で、sboc で持っていきますので、 こんしだいっとですね。で、ネセサリーです。SVOC ですね。はい、確認しましょう。SVOC で、彼らはそれが必要だと考えているということになるわけですね。で、この金目的語、いっと。本当の目的語を普通不定して書いていきます。 どんなことでしょうかそこに公園を作ることですよね。したがって、to make a park。そこにということで、t h e r e です。to make a park。どこにってそこになんで、t h e r e ってことですね。はい。おじさんの家に飛行機に乗って一人で行くという5歳の子供の息子の意図は、 両親驚かした、おなが。はい。ということで、まず、5歳の息子の意図は両親驚かしたってのがまず必要ですよね。はい。えー、ということで、えー、まずどうなるでしょうか。The five year old.5 歳のって意味ですね。あの、S いてない時は形容詞になるんですよね。5歳のって意味になります。5歳の 息子のだから三図ですよね。で、糸になるので、インテンションです。いいですね。はい。で、どんな、ここでね、どんな糸なのかっていうと、そこをちゃんと明確にして、もう書いちゃいましょう。不定詞で書いていきましょう。 おじさんの家に飛行機に乗って一人で行くですよね。なので、ここでも不定詞持ってこないとダメですね。ここに、このサンズインテンションにこうかけていきたいのでね。はい。トゥービジット、ヒズアンクル、ヒズアンクルアローンで、交通手段の場合でバイプレインになりますね。ちょっとこれ難しかったですね。トゥービジット、 ヒズアンクル。ちょっと書スペースの下に書けますね。アンクル、アローン、一人でってことね。で、バイプレインになります。はい、確認しますね。これで、えー、飛行機で、一人で飛行機でおじさんのところに訪れるという彼の意図ですね。これもね、意図ってどんな意図なのかがこれ具体的に 書いてるわけですね。一人で飛行機でおじさんとこ訪れることことですね。はい。これが長いけど主語なんですね。意が、まあ、両親を驚かせたっていうことで、サプライズをですね、驚かせたということで、動詞がサプライズになります。しがって全体で見たらこれ SVO なんですね。ここまでが長いですけど S で、このサプライズが V で、神の両親が O になってるわけです。 ね、はい以上になります。